中山香織です。この動画では船橋競馬場で開催されるダイオライト記念の3連複フォーメーション走ということで、1列目に選んだのが9番のペイシャイスです。前走の川崎記念ではまさかの7着に敗れましたが、 JBC クラシック3着は名古屋グランプリ優勝の実績からも巻き返しがあると判断しました。鞍上にも戸崎啓太騎手が予定されており、新境地を見出す騎乗に期待します。続いて2列目3列目に選んだのが2番のテリオスベル、8番アナザートゥルース、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが1番グランブリッジ、3番セイカメテオポリス、13番ミューチャリー、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で勝負します。